よろしくお願いいたします。非常に魅力的な思考というふうな単語を使われた研究テーマを設定されていたわけですが、我々が教育に携わるものとして子どもたちがどのように考え、どのように理解していくのかということをいつも模索する上では、思考というのは非常に興味深い言葉で、それにその思考の連磨を目的とした、強化領域等における ICT の活用というふうな取り組みをされたわけですが、私はその思考の連磨、または思考というものが学力にどういうふうに結びついていったのか、または先生方がどのようにそれに向かっておられたのかということのご報告をさせていただきたいと思います。まず児童の方から見ていきますと、可視化していく、思考を可視化するというわけですけれども、ICT を活用することによりより直感的に、またはより多様な思考の表出というようなものが可能になるものですけれども、単に思考を投影しただけでは学力にやっぱり結びつきにくいんだなというふうなことがまず率直な感想です。で、何が行われていたかというと、思考が投影されたものを活用しながらの質問、説明である、やっぱり表現というところで、その見取りというのができていくのではないか、学力につながる可能性といったらいいでしょうか。で、そこでは言語により伝える、働きかける場面というのが見られて、そこでの学習活動の充実ぶりというのが思考というものを可視化するときに、可視化したものが寄与しているかどうかというところが重要なポイントというふうなところかなと考えています。で、思考はいろいろこう書いたり発表する中で確かに深まっていくんだと思われますけれども、いくら学習活動が充実しているように見えても、教科等の狙いに向けて一般化、概念化していく、もしかしたら思考の断片である、または思考の試行錯誤的なところもあると思いますが、それを一般化が概念化された地に導くためには、やっぱり教師の支援が必要というふうな感想です。子どもたちは非常にこう熱心に発表するわけですけれども、大事なのはやっぱり先生方の支援のあり方で、いくつかポイントがあったように感じているんですけれども、思考を要するような状況の設定というのをうまくしておられたなっていうふうなところが第一の印象です。学習課題の設定であったりとか、発問であったり、学習形態であったりということだろうかなと思います。それから思考、さまざまな段階の思考というものが、子どもから表示されるわけですけれども、その段階性をどのように評価していく、どのような段階にある思考であるのかというふうなところの把握というのが非常に重要であり、それらを厳密に把握されようとしていたのかなと思います。もちろん段階性という意味では、その教科等の狙い の求めているレベルまでの段階性もあるでしょうし、今日先ほどのプレゼンの中にありますけれども、具体的な思考なのか、創造的な思考なのか、抽象的な思考なのか、分析的な思考なのかという具合に、思考と言っても、いくつかのパターンがあるということをあらかじめこう把握されていて、その目で子どもたちの思考の多様性というものを区別しながら把握されているというところが印象的でした。で、子どもたちはいろんな表現をするわけですけれども、表出された子どもたちから気づきや疑問というものを、やはりその授業等で設定されている学習課題の解決に結びつけるためのキーワードであるとか、または教科の狙い等に結びつけるキーワードの取り扱いというのはとても大事だというところも3つ目のポイントに挙げさせていただこうかなと思います。そうするとどういうことかというと、多様に直感的に思考は表出され、そこで子どもたちがさまざまな段階での思考をこう表出し、またはそれを刺激し合う、交換し合うわけですけれども、教師は必修事項等を、教科書や版書等を使いながら、キーワードとなるような、学習課題の解決につながるようなキーワードの出し方、提示の仕方っていうところが、タイミングであるとか、その方法、提示の仕方っていうところがいろいろ工夫をされていたというふうに感じられます。ここに挙げられているものというのは、別に ICT を使うからというだけでなく、先生方が日常的にこれまでも蓄積されてきたものだと思いますけれども、先ほどの話にありました通り、
この山下小学校さんの場合は県の教育研修センターや市の教育センターとの連携事業により、やっぱ指導指示の皆さんが多様に入られて着実な事業研究が行われている成果かなと思います。それからもう一つだけ、子どもたち今思考の表出のことを、それを学習の狙い、授業の狙いに結びつけるという話をさせていただきましたけれども、子どもたちにとっては ICT はやはり目新しいものだったと思われますけれども、2年間継続することによって、これはある児童が自分が書いたものに対して改めて電子黒板の前に行って、どんなふうに他の子どもたちには見えるんだろうかというチェックをしている場面ですけれども、自分での描画、思考を投影したものが分かってもらえるような描画になっているのかというふうな点検をしている。より分かりやすくするためにはどのように工夫すればいいんだ、修正すればいいんだというふうに振り返るところまで行きつつあるというのが、今後の、期待したいポイントであるかなと思っております。思考をうまく表出させながら、学力の充実であるとか狙いの達成だけでなく、やはり学習活動の中での情報活用能力のあり方等を改めて追求できる段階にあるんじゃないかなと考えております。以上です。ありがとうございました。